負傷離脱中のバイエルン DF 伊藤洋輝の現状を現地メディアが報じている。今夏にシュツットガルトからバイエルンに完全移籍した伊藤。しかし7月末のプレシーズンマッチで中足骨を骨折し、加入後すぐに離脱を余儀なくされた。画像、2024年夏に海外で新天地を求めた侍たち。復帰に向けてリハビリに励む中、9月末にはランニングメニューを開始。10月に入ってからはボールを使ったトレーニングも始めたものの、14日にスプリントのトレーニング中に太ももを痛めてトレーニングを突然中断。現地では再離脱の可能性が伝えられていた。そんな伊藤だが、22日に約1週間ぶりにトレーニングを再開したという。バイエルンの地元メディア、AZ のビクトル・カタリーナ記者が自身の X で、バイエルンは安堵。伊藤が先週のアクシデント以来、初めてランニングに臨んだ、と伝えた。一方、独メディア、リゲンサイダーは、以前は10月末にはチームに戻れるかもしれないと期待されていた。しかし、27日のブンデスリーガボーフム戦には間に合わないだろう、と日本人 DF の復帰時期に言及している。伊藤の復帰は最短で11月になると見ているようだ。